だから、ね。大抵、赤血球と白血球はできてるんですよ。でもキラー T 細胞が横連母して。世間では赤血球×白血球がメジャーですけど、私の推しは断然、キラー T 細胞×白血球ですね。NTR 要素も地雷ではなく大好物です。もちろん右固定です。さ、サイデッカ。大抵と1号比、最初はギクシャクしてたけど最近は仲いいわねー。毎日デートしてる。そうだな。ああもうなんで俺がついてなきゃいけないんだよ。ダリー、リア充爆発しろ。そういうならさんを、お前が変われ。確かにそうね。主人が寵愛を受けるのはいいことだけど、イチャイチャを見せられてもねー。私も、1号ニャンニャンの次女だから仕方ないんだけどさ。不女子の推し談義を聞かされとるだけじゃー。イチャイチャしてねえ。やってられない。俺はもうゲームする。最近はスマホで三国志できるからな。ゴンゴン、あんた、大抵見張ってなくていいの？大丈夫大丈夫。はためには仕事上の連絡取り合ってるようにしか見えないからな。勤務中に、ダメじゃん。なかなか、よくできたゲームね。私もダウンロードしようかな。対戦もできるから、一緒にやろうぜ。フレンド登録して。わーい、じゃあ、まずキャラ作成します。お前らの方が、よっぽどイチャイチャぜ。ラブ刺激あるある。主人がラブラブしている間、その自重同士もよろしくやっている。さて前回は、北州が建てられ、第二大天皇として宇文育が即位したところからだったわね。宇文育か、あまり印象ないな。宇文ごと違ってヘタレだったけど、姉さんを一途に愛するすごくいい人だったから。反逆姉さんは後で宇文育の方を選ぶよね。あ、でもヘタレ萌えってわかるかも。ヘタレって、お前らの脳内、何種類の萌えがあるんだ。宇文後が孔敏帝を廃位した後、宇文育を皇帝として迎えようとしたが、故郷に留まり、帝位を断り続けた。どう考えても傀儡にされて、都合が悪くなれば消されてしまうもんね。しかし軍臣たちにも要請され、宇文育は天皇への即位を承諾している。この、宇文育、ドラマではかなりヘタレに書かれていたけど、実際はもっと賢明で立派な君主だったようね。そうなんだ、あれ、でも政権はすべて宇文後が握っているんじゃなかったの。軍事に関しては宇文後が統括していたけど、内政については君主が握ってたわね。明帝、宇文育は度量が大きく情け深い性格で、大規模に恩赦をしたり、長雨の災害救助に尽力したりしている。エフタルや突厥、西域の交渉国から使者がやってきて、朝貢を行ったりもしている。学問を好み、学者80人を集めて宙をつけさせ書物を刊行した。明帝自身にも著作があった。内政、外交とも、文化事業のオンパレードだな。はぁ、ほんと文化的だわね。こないだまで見てきた北西と大違い。久々に文化的な皇帝が出てきて安心するわ。しかし、宇文後は、明帝が賢明で指揮権のある優れた君主であるのを恐れて、毒入り持ちを進めて毒殺しようとした。自分が頼んで宇文育を連れてきたくせに。あ。でも、ドラマにあったわこれ。反逆姉さんがヘタレな宇文育の方を愛してしまったため、嫉妬に狂った宇文後は皇帝を毒殺するんだった。ラブ刺激だと、何でも三角関係に変換されるんだな。明帝は宇文後が自分を殺害しようとしていることを悟ったがあえて食べ、遺言を残した。生死は必然のことである。私は不徳であったが書物を読み、聖人、賢人たちの論議を開いてみることに努めてきたが、未だによくわからないところもあった。軍神一同よく父である大宗文体の頃からよく仕えてくれたことを感謝している。私は、在位4年になったが、まだ天下を統一できないことが残念である。みんなで協力し合って大祖の意志を成し遂げてほしい。それから私の子供はまだ幼少で、国を治める人には耐えない。弟である六国公の陽は、官僚で情け深く度量が大きい。我が衆を大きくするのはこの子を置いてない、と大祖からお聞きしている。どうか陽を支えて天下人にしてほしい。
こうして、ウブン陽を後継者に指名して27歳で明帝は崩御した。先に亡くなっていた明帝皇后と一緒に合葬された。いい人やん。反逆姉さんが乗り換える気持ちもわかる。こうして、明帝の遺言によって、武帝、ウブン陽が即位することになった。ウブン陽来たー。そうね、ついに武帝の時代がやってきたわよ。なんだお前ら、ウブン陽がどうかしたのか。ウブン陽は最近、ラブ刺激で熱い存在なんですよ。人気急上昇です。モテモテです。わし、名前も知らんかったんだけど。日本での認知度低いけどね。乱陽王妃、どっこから。モデルになっただけらしいけど、蘇経伝茨に咲く花、にもウブン陽出てくるね。ヒロインは乱陽王とウブン陽、皇帝と王子二人から愛されてしまい、二国の間を揺れ動くんですよ。いやいや、敵国だし、地理的に遠すぎないか、それ、どうやって、揺れ動くんだよ。まあ、どっこからだと、からは幼馴染みのウブン陽と陽剣の間を揺れ動くんですけどね。ヒロイン、王族の間を揺れ動きすぎだろ。私は断然、ウブン陽推しです。どっこから、のヘタレなウブン陽が武帝ってとこもギャップ萌えだし、乱陽王、いや、乱陽王妃、の非常で冷静で辛抱遠慮なウブン陽もかっけー。二号の推しを初めて聞いた気がする。アリナって結構ヘタレも好きよね。マリナはどっち、ウブン陽派、乱陽王派。そうねー、私は公主を推すわね。マジか。あれ陰キャだっけ、むしろパリピでは。大抵は。そうだな、わしは。で、話を進めんかい。はい。はい。でも、ウブンイクの遺言で即位。って、ウブン語がよく承知したわね。ウブン語としては面白くないんじゃないの。ウブン陽は即位当初は政治に積極的に参与することを避けて、他の者の意見を聞いてその通りにしていた。つまり、無能のふりをしていた。有能だと毒まんじゅう億はされて暗殺される。用心しないとね。武帝は先帝二人とは違って愚鈍に見せていたので、軍権を掌握していたウブン語もすっかり安心していた。しかしその愚鈍ぶりは演技で、裏では近臣たちと暗殺計画を練っていた。その頃、武帝のお母さんである執務太后は酒が大好きで、ウブン陽は心配していた。高齢に関わらず酒の好きな執務太后をいさめるよう、ウブン語は武帝から依頼された。ほっといてやろうや。そのため、ウブン語が太后と面会し、諸経の思考を読み上げるというイベントが開催された。つまり男子会ね。おせっかいなイベントだな。思考というのは、周王の出した、中国史上初の禁酒令のことね。いいわね。立ちの悪い酒乱の北西の皇帝にも読んでやってほしい。しかし、男子会イベント中、武帝がウブン語の背中を尺で打ち、それを合図に、同母帝のウブン曲がウブン語の頭を割って殺害した。それは、酔っ払いのお母さんもびっくりだな。おお。じゃあ、とにかく、独裁者ウブン語を排除することに成功したのね。よかったわ。享年60歳、20年近く大使、大長裁の地位にあったことになる。当時としては、長生きね。ウブン語は二人も皇帝をすげ替えて、独裁者として専王した。その件では悪評高いけれども、政治家の評価としては悪くないのよね。結局、自分が皇帝になろうとはしていない。そういえばそうね。ウブン語時代に、諸制度は整備され、政治は安定し、北州と北西の国力は逆転した。ただ、ウブン語は、戦争が下手くそだった。そうなんだ、強そうなのに。だって、怒ると瞳青くなるんだよ、戦闘モードあるのよ。その中に設定は忘れてやれ。国立公や乱陽王に何度も敗戦して、敵の名声を高めている。あら。だから、次に申請を行うのが、戦争の上手な武帝だったのは、結果的には良かったのね。なるほど。内政屋だったんだな。武帝は在位期間18年の前半、実に12年、ウブン語の支配に耐えていたことになる。
長いわね。でも、冷徹に行動してやり遂げてしまうところがすごいわ。新政を始めた武帝は、まず、仏教と道教を廃止した。三部一僧の崩難、中国史における仏教弾圧の2回目だな。ちなみに1回目は北魏の大武帝な。ああ、それドラマにもちょっとだけ出てきたけど、わからなかったのよね。え、なんでここで仏教弾圧って思って。武帝に宗教弾圧する理由なんてあった？ドラマ中、一回出家させられてるから、その恨みかと思ったんだけど。そんな個人的な恨みじゃないだろ。そうね。大武帝は仏教を廃して道教を保護したけど、武帝の場合、両方だからね。同じ理由じゃなさそう。でも、大武帝と同じことも言ってるのよね。つまり、仏教は中国伝統の宗教ではなく、五個がもたらした教えで、自分は五個ではないから、仏教を敬う気持ちはないし。今や正しい教えでもないから、廃すると言っている。うぶん知って生からして戦秘族なんだけど、矛盾してない。武帝はもともと、儒教、仏教、道教に関する討論会を数字にわたって開き、儒者、僧侶、道士の指導者たちに教義の優劣を競わせていた。何それ。宗教談義を楽しんでるように見えるけど、三宗教、夢のガチンコバトル、みたいな。しかも、仏教、道教を廃止した後も、仏教、道教の研究機関として通道館を設置し、120名の学士を選任して研究させた。自分で仏教弾圧しておきながら、アシモフのファウンデーションみたいなの作ってるんだな。ますますわからない。わからないか、これまで見てきたことから、考えたらわかるはずだぞ。ヒント、北魏の霊太公とか。北魏のマリー・アントワネット、パーティー大好き仏教徒の。そうそう、君主や人々が仏教にのめり込んで、坊主と寺ばっかり増えると、寺が財を貯め込み生産性が落ちて国家を傾ける。それを武帝は嫌ったんだろう。冷徹な実際家である武帝にとっては、経済政策が主眼で、宗教弾圧の意図はあまり感じられないわね。寺院を破壊し財産没収して、僧侶を減俗させて労働につけて税を納めさせた。ああ、そうか。でも、やっぱり仏教徒からは恨まれたようね。武帝は四五閻魔に裁かれて責め苦を受け、生前行った廃仏を深く後悔している。だから、時の皇帝は仏教の功徳事業をしなさいよ、という説話が随大に広まっている。はははは。道教にも恨まれてるの。そうでもないわね。道教はもっと小規模で、信者が出家するということはあまりなかったから、ダメージは少なかったみたい。まあ、どこぞの第六天魔王みたいに寺を焼き打ちしたわけじゃないし、いいんじゃない。うむ。わしなんか仏教徒だけど、在家でちゃんと働いて税も納めて酒も飲む。なんと正しいことか。いや、酒は関係ないでしょ。大抵、思考、読み上げましょうか。そのイベント、結局酒関係なかったじゃないか。新政から2年後、秦が北政を打ち破り、領土を奪うという事件が起きる。政は北州が恐れる最強の武将、国立公と乱領王を処刑してしまっていた。武帝は北西の弱体ぶりを見抜き、本格的な攻撃を決意する。2回の失敗の後、兵糧と信用を奪い、首都を包囲した。最終、西州へと逃げた公子公位以下皇族たちを捕らえて、長安へ連行した。こうして、北州の武帝により、華北が統一された。武帝は北西の公子一族や北西の臣下たちに寛大な処置で臨み、特に最後まで北西に忠実だった者は厚遇した。そうね。安徳王を厚遇したりしてたわよね。優れた戦士に敬意を表する。こういうところがかっこいいのよね。うぶん用は。それと、戦争やその後の後処理で生じた性の未亡人も、再婚させている。やっぱり、武帝の地下では出家できないか。それではここで、武帝、うぶん用の高級を見てみようか。おお、待ってました。突撃、高級チェック、奥さんこんにちは。突撃隣の晩御飯みたいに言うな。まずは天元帝太后、リガシ。彼女は南朝の皇陵の出身ね。おお、ひょっとして南朝のお姫様。別に皇主じゃないわよ。
後継の乱の後、正義が公領を攻めて、傀儡政権を据えることに成功したという話があったでしょ。その時に、正義は十数万の男女を捕虜として連行し、公領の庫に保管されていた多くの財宝を略奪して、凱旋した。リガ氏も連れてこられた一人ね。彼女の家は主に落とされ、長安に連行され、ウブン隊は身柄をウブン用に与えた。寵愛を受け、二人の男子を産んでいる。ええ、ドラマチックだわね。捕虜で出自がはっきりしないため、乱領王妃、や、祖教殿、のヒロインに該当するのではないかと言われている。生前は側室にとどまり、皇后になってないけれど、息子のウブン院が皇太子として立てられたので、帝太后の称号を得て皇后として扱われている。随代になると、出家して尼になり、53歳で穏やかに亡くなっている。それから、正室の芦名皇后。あ、この人は、どっこから、にも、乱領王、にも出てた。突厥から嫁いできたんだよね。突厥は従前を滅ぼした後、ゴビ砂漠以北の土地を支配下に置いた。芦名皇后は牧漢可汗の娘で、当初は、武政帝から打診されていて、北西に嫁ぐ予定だったという。あ、それドラマで見た。本当は姓の皇主と結婚予定だったところを、要件が、衆の皇帝の方がいい男ですよ。まだ、側室しかいませんからすぐ唯一の皇后になれますよと皇主を口説いてた。なんだその軽い要件は。まあ、確かに、皇主より武帝の方がその後のことを考えても断然いいわね。牧漢可汗は渋っていたが、たまたま落雷と大風が起こって、それを典型と考えた可汗は、北州へ彼女を送り出した。随代になる前に32歳で死去している。その他にも側室が何人かいるけど、特に気になるのは、帝子、だわね。え、まさか乱領王の奥さん。違う違う。この帝子は北西の南領王公爵の家父だった人ね。公爵。誰だっけ？公主の異母帝で、これまた残虐な趣味で知られている王子よ。公主にサソリの穴に人を入れる楽しみを教えた。ああ、思い出した。ほんと、北西にはそんなのが多いわね。南陽王公爵は、取り巻きグループの一人である漢王に謀反を布告され、公主の命令で殺害されている。どこまでも暗いな、北西。武帝は北西を陥落させた後、戦争で生じた未亡人を臣下と再婚させたが、自らも再婚して身柄を引き取った。それが帝子だったというわけ。公爵の回想を願い出て、引き入れられている。優しいわね。その後も武帝の進撃は続いたが、病気にかかり、36歳で崩御する。ああ、ウブン用死んじゃった。ところで、この先どうなるのか、あんまり知らないのよね。ドラマでも駆け足すぎて、あれれ、という間に終わっちゃった。そうなのか。そうねえ。要件が帝位を簒奪するくだりは、あまりにひどいので、ラブ刺激としては語られず、中途半端に終わってしまうのよね。でも、どっこしはまだ、一人しか皇后になっていないわよ。これからよ。そうだった。からあんまり出てないじゃん。それでは、また次回。